リヒャルトホルムはドイツのテノール歌手、シュトットガルトの生まれ、地元でルドルフ・リッターに声楽を学ぶ。1937年にキール歌劇場でデビューを果たした。その後、ニュルンベルクやハンブルクでキャリアを重ね、1947年からミュンヘン国立歌劇場にテノール歌手として所属するようになった。1949年には、 ザルツブルク音楽祭、1950年にはグラインドボーン音楽祭、1952年にはメトロポリタン歌劇場にそれぞれ初登場し、1953年にはミュンヘン国立歌劇場のコベントガーデン、王立歌劇場への引っ越し公演でリヒャルト・シュトラウスのカプリッチョのイギリス初演に参加した。同時代のオペラ作品の上演にも積極的に参加し、 ゴットフリート・フォン・ガイネムのダントンの詩のロベスピエール役をレパートリーにしたほか、1957年のパウル・ヒンデミットの世界の調和にバレンシュタイン役で参加したり、1963年のベルナー・エックのサンドミンゴの虐殺の上演に参加したりした。1975年にはベンジャミン・ブリテンのベニス・ニッシスのアッシェンバッハ役に挑戦したほか、 1978年には、アリベルト・ライマンの、ディア王の上演にも参加している。ミュンヘンにて死去。リヒャルト・ホルム・ IMDB ・ハット、グラブ・ムーシク・ギッ h ハブ・イオリヒャルト・ホルム・ディスコングス。ありがとうございます。